澤さんがなんとね、まあ、いらっしゃるということで今回初対面でいきなり行こうかなと思います。でもちょあいつなんかね、人の名前使ってこう売名して調子こいてるらしいんで、もういきなりからヘッドロックかましてやろうと思ってるんで、なんかもうそんなのいるらしいんで、ちょっともうぶちかましてきますわ。俺今存在してる？してるよ。マジで初対面です。見たこともあれ、ね、身長190センチぐらいあるらしいから、でワンちゃん本当にこの殴りの喧嘩だったら俺勝てないから、もうその時はもうあの武器でも何でも使ってももうボッボコす。おいおこ先生、おいおこ先生、お前ちょっと待ってください。おいそういう感じですか？ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。でかっ。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。おこ先生だ。はい、ということで今回あのモコウさんと対談していきます。いや違いますよ。何この微妙な間。サワヤンです。はい、え、あ、遠野モコウです。こういう何て呼べばいいんですか？僕サワです。サワさん。はい、サワヤンっていつも言ってるけどサワさんですね。サワさんとヤンって方のなんかあれです。兄です。兄ね。はい、な誰気まずくないこれ。いや気まずいです。頭走らせる。なんかもう調子こいてるらしいからね。141万人のなんか大物 YouTuber らしいんで、ぶっ殺してください。僕はちょっと殺しに来ましたけど本当に。ちょっと毎日十字に上がってた青虹鏡を見ていた兄の沢の面白さが最高で毎日見ていた。それなのにコメント欄見るとヤン可愛いで溢れてる。沢も可愛いのにどうしてヤンが人気なんだろう。ハゲてないから。